旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。旅行の達人の桜井です。今回は絶対食べたい群馬の絶品ラーメン10選を紹介します。群馬県には様々な種類のラーメン店があります。ここでは絶対食べたい群馬の絶品ラーメン10選として美味しさあふれるところばかりを紹介しています。近くに立ち寄った際にはぜひ利用してみてください。旅行の達人。だるま大使を紹介します。高崎市の郊外に位置しているのがだるま大使本店です。県内では最も評判が高くなっている大盛況の濃厚豚骨ラーメン店。超濃厚のスープは濃いだけではなく骨からにじみ出る旨味がすごいです。聖地の福岡、博多の有名店にも負けない味と評判。麺の種類と硬さを選べるほか替え玉とトッピングもあります。一度は訪れたい一軒。品そば中島を紹介します。JR 信越本線の北高崎駅から徒歩15分のところにあるのが品そば中島です。群馬県の住宅供給公社という建物の1階にあるお店で、実力的には群馬県ナンバーワンの呼び声も高い一軒です。程よく煮干しが香るスープに低加水のストレート麺がブツブツと歯切れよく絡んできます。毎日のピーク時には長蛇の列ができる絶品ラーメン店の一つ。ミラクルを紹介します。前橋市の総社町にあるのが前橋豚骨ラーメンのミラクルです。豚骨独特が持つ匂いを抑えて旨味とコクがある豚骨スープにこだわっているお店です。バリエーションも豊富で、セルフ調味料も紅生姜、からし高菜、ごま、刻みニンニクと盛りだくさん。味の方も濃すぎず薄すぎずで替え玉も進む絶品ラーメンです。獅子王を紹介します。高崎市にあるのが獅子王です。群馬県を中心に展開する継承犬グループの中の一軒で、ボリュームが満点のがっつりと食べ応えのある絶品ラーメンが楽しめます。麺の量も通常 200g のところが 300g までは無料で増量できます。腹が減ったらうちに来いと歌われているのもうなずける一軒。中重亭を紹介します。高崎市の通り町にあるのが手打ちラーメンの中重亭本店です。群馬県産の高級鶏である赤城鶏を使った鶏 100% スープのラーメンにこだわったお店です。スープには濃いめの鶏白湯とさっぱり系の鶏清湯の2種類があります。鶏の旨味がたっぷり凝縮された極上の一杯はぜひ味わいたいところ。麺屋おとみを紹介します。富岡市の鹿野原にあるのが豚骨ラーメンの麺屋おとみです。店主が自ら豚をさばき、仕入れから下処理をしているこだわりの一軒。スープを必ず最初に楽しんでほしいと明言しています。そのスープに低加水麺を合わせるラーメンはまさに絶品です。少々分かりにくい住宅街の中の場所ですが、群馬県では外せないお店の一つ。イマルヤを紹介します。伊勢崎市の綱取町にあるのが伊勢崎ラーメンの最高峰イマルヤです。明るいカフェ風の店内はカウンター席と白木調のテーブルがあり、おしゃれな雰囲気。定番の塩ラーメンに加え醤油ラーメンやつけ麺などどれも美味しくいただけます。開店待ちをする方もいるくらい人気なので、時間に余裕があるときは早めの来店がおすすめ。ラーメン芝浜を紹介します。群馬県は桐生市にあるのがラーメン芝浜です。麺懐石料理の小麦三昧と朝7時に開店する朝ラー定食を提供しているラーメン店です。地元の厳選された小麦を使用した自家製麺をはじめ、無添加の素材にこだわっています。10時から提供している小麦三昧は混ぜそばとつけ麺、ラーメンの3種からなる麺懐石料理です。立ち寄りたい一軒。風神を紹介します。群馬県は高崎市にあるのが麺どころの風神です。あっさりした鶏ベースのスープを塩と醤油に、煮干しのえぐみをわざと残した極み煮干しの3種で楽しめます。全粒粉の入ったストレートの細麺は歯ごたえも良く、ラーメンの芳醇な味が口いっぱいに広がります。特製極み煮干し風神醤油そばや特製淡麗風神塩そばが人気のメニュー。中華そば青木を紹介します。高崎市の高砂町にあるのが中華そば青木です。地元の方でも並んで食べるほどの人気ラーメン店です。
喉越しが抜群の稲葉風麺があり、なんとも言えない食感と滑らかな舌触りは絶妙となっています。3種の麺から選べる和え玉もおすすめ。通常メニューのほか限定ラーメンを提供している日もあり、要チェックです。絶対食べたい群馬の絶品ラーメン10選を紹介してきましたが、いかがでしたか？様々な種類のラーメン店があり、どこも美味しさあふれるところばかり。近くに立ち寄った際にはぜひ利用してみてください。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。